お疲れ様です。お疲れ。今回寺岸さんの職人飯ですよ。まあこれね、俺2回目だね。で今回はラーメン屋さんですね。だいたいそういうのってラーメン屋が多いんだ。多いですね。多いの。職人さんでもラーメン好きですよ。ちょっと聞きたいことがあってきたんですよ。だいや、ぶっちゃけ一人親方って儲かるのかなと思って。これ、はい、元請けによって。あ、元請けによるんですか。元請けによって。いや、やっぱお金いっぱい出してくれるところの方がってことですか。そうそう。塗り替え道場どうですか。まあ普通じゃん。普通。まあ安く、めちゃくちゃ安くもないし、はい、高くもない。もう本当になんか、あ、寺岸さんでもあれですよね、塗り替え道場の前とかまた別のところに。別のところ持ってきてよかったよ。そんなそんなですか。塗り替え道場よりってことですか。より。あ、もう下だったもんね。ああ、大手とかだとどうなんですかね。ゼネコンとか。だからゼネコンとかああいうところはどうなんですかね、実際。あ、大手だったの。あ、そうなんですか。それでも下の方に。あ、こちら。大手だから別にそんなにいいっていうわけでもないと。いいっていうわけじゃない。大手は在庫だね。はい。ああ、手間じゃない。在庫代がこっちに引かれる。もうそれだけ引かれて、もう手元に残るのはそんなにって感じですか。直撃だといいけどね、大手と。はい、その下に1個ここが入ってる。ああ、見た。間に何個か入っちゃうと、入っちゃうというか、そこでまた引かれて。ひまごだね。ひまごけだね。ひまごけ。はい、その孫受け直接やってる人に聞くと、はい、まあそこそこ、はい、の金額だよね。はい、まあ、できればやっぱり直の方がいいと思うんですか、ね。あ、そう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 。これ寺木さんのラーメンですか。味噌ラーメンです。味噌ラーメン。これみちょチャーチュー。実際今塗り替え道場で働いて、うん、年収ってぶっちゃけいくらっすか。年収ってぶっちゃけいくらっすか。年収、あ、今か。今2人でやっとるで違うと思うよ。あ、1人と2人で今。あ、そうですよね。うん、1人の時っていくらですか。まあ僕あの1人だとね、はい、あのここだけだと、はい、道場だけだと、はい、あの1000万はいかない。1000万までいかない。いかない。1人だと。行かない、絶対行かない、はい、他にもか、いろんなとこ行っとりゃ行くけど、はい、でも寺崎さんあれですね、塗り替え道場 の専属というか常駐で。ああ、そうだから行かない。そこしかやってないと無理。一人だとね、所詮一人だとね。1000万まではなくて。いないね、全然ねえよ。なくて、車に例えたら、うん、車か。あ、いいレクサスとかも買えん。いいレクサスも買える。買えない。安いレクサスしか買えない。それでもレクサスは買えるんですか。買える。さすがにそのくらいはないと、うん、きついって感じですか。あの四駆の、はい、ランクルみたいなレクサスとか、はい、あの辺は買えん。買えん。ああいうレクサスかっこいいですね。うん、買えん。セダンも買えん。買えてもあのちっちゃいやつ。ちっちゃい。実際今入っているあの実習生の方はどうなんですか。もう寺木さん流に染まりつつあります。いや、まだ染まってない。まだ染まってない。あれ途中からだもんね。塗装班があった時からだに、そっちに染まっとるもんね。俺のやり方には染まってない。まだまだですか。染まってない。今後バチバチに染めていくんですか。まあもうバチバチですから、もう今年帰っちゃうもんね。あ、今年帰ってもらいます。もう年末に帰っちゃうから。え、そしたらまた一人ですよ。あ、そう一人になるもんね。はい、あ、エリアは変わるわね、俺。あ、また変わるんですか。うん、変わる。一人になってたら、こっち来る。あれですか、横浜に左遷ですか。あ、そう。そう、横浜に左遷。横浜に、あの、変態仮面通り。あ、そう。そう。実際塗り替え道場の値段って、いくらぐらいなんですか。これ聞いてもいいのかわかんないですけど。社長にぶっ殺されるかもしれないですけど。あ、値段。値段です。まあまあ、すべて廃材材料全部込みだもんで、はい、そこは他にないシステムかもしれない。ああ、在庫で、配塗料も、はい、あ、ゴミも全部捨てれるという、はい、そこはあんまないね。
あ、そこまで、はい、だから金額は多少安くてもいいかもしれない。あ、その分、その分、まあ、安くてもっていうことですよね、うん、でも20、外壁だけだと25万。はい、あ、手元で。そう、はい、ちょっと大きいところとかだと、戸建てとかだと28かな。で、屋根がついとると30とかなんだけど、はい、あのどうだろう、もうやほとんどの人はやれんっていう。あ、もうそれじゃ無理、うん、普通の人はね、はい、あ、ただあの現場がすぐ回ってつながっとるもんで、はい、そう、切れることはない。そう、そこで、はい、物件数叩いて儲けるっていうシステムしかない。あ、そういうことですね。なんでのんびり2件とかは無理、はい、あ、金額よけりゃ、まあ、そうですね、それでもいけるけど、件数少なくてもってことですか。件数少なくてもだと、それだとクオリティいい仕事ができるということだ、はい、ああ、そうです、ね、そう、1件にかける時間が増える。そうそう、増えるもんで、はい、いくらでもいい仕事ができるよ。本社エリアとかはもうレジェンドの巣窟っすよね。うん、塊だて。すごいですよ、ね、塊。絶対悪意あるだろ絶対悪意あるだろ。びっくりしましたね。会社に連絡票みたいなのがあるんですけど、うん、職人さんが、うん、パッて見た瞬間本社エリアに、あれ全員固まってる、うん、俺スパイだねよ。スパイなんだね。どこのスパイなんだスパイだねよあ、じゃあスパイってことは社長に伝えてくださいスパイだねよ。多分これ伝えたら、あの社長に伝えたら、あの本社に呼び出されて、あの尋問されるかもしれないですああ、金額じゃ俺の持ってるクオリティが出せねえんだよそれでなんか一本取りたいですけどね、企画それでか、はい、寺木さん結構やられっぱなしじゃないですか。やられっぱなしだって。そろそろちょっと社長に一発かまさないといけなくないですか。あ、そうだな、やってないですよ。そうだよな、ドッキリとかも全然やってない。やってねえで、ちょっと一発かましたいです。俺ドッキリ好きじゃねえでよ。結構かけられてますか。でも好きじゃねえのにかけられるのよ俺不安とかやっぱあります。その他の会社さんとか行って、うん、あの塗装屋さんとかで仕事次大丈夫なのかなとかなって。いや、そう、はい、あ、俺行ったとこあったよ。でも次入ってないけどみたいな感じですか。あ、ない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 、ない時は本当にあーないって言われる。あ、仕事がない、うん、最長でどのくらいなかったんですか。な年始とか、あ、夏、はい、ねえ、全くですね。ねえ、1ヶ月もなかった。1ヶ月もなかった。給料ゼロじゃないですか。あ、給料ゼロじゃないですか。おお、いや、ゼロじゃないけど、はい、ちょこちょこ応援行ったけど、あ、一回俺逃亡しとるんだよね。寺木さん飛んでるんですか。あ、飛んでるんですか。どうやって逃亡、逃亡しとるの俺逃亡というか、あれだと、ちょっと知り合いのとこ行ってきていいですかね。で、そっからそっからもう一切戻ってこず、あの事前告知入れて飛んだんですね。事前告知って、ちょっと様子行ってます、はい、そのままそのままフェードアウト、そのままピューってピューって塗り替えておきます。その心配じゃないですか、うん、で、それやったもんだよ、はい、で、そうやった後だね。最初あったもんだよ、はい、おええやええやと思ったけど、はい、8月になった時に切れてよ、はい、あ、仕事が切れて一件もねえよって、もう応援だけって応援だけで、どうやったやんだよ。それで生活できるの。20万ぐらいだったな。ですか。めちゃくちゃ怒られて。奥さんですか。おお、離婚寸前だった寸前だった。 あんた何しとんのみたいな。ほんで頭下げて、はい、社長のとこにどうにかしてください。どうにかしてください。仕事ないですか何でもいいって感じ。結局俺やっても、はい、繋がっとる営業はおったんだわ。あ、そいつのやり取りはしよったもんね、はい、そいつが、はい、声かけてくれた。あ、戻ってくる気ないですかって、ちょうどタイミングよく言われて、はい、で、これチャンスだって、はい、チャンスにもまた潜入した。そういうことっすね。うん、がなかったら多分俺戻ってこねん。あ、一回逃亡してたんですね。ん、一回逃亡してたんですね。うん、逃亡してる俺。え、それって過去の動画とかで言ってます。あ、いっ、あっと行ってないと思うよ。じゃあ今回初っすか。うん、初公開ですか。ああ、どうだじゃあ3年タイトルある意味決まりましたね。
ケラギシ飛んでましたみたいな。飛んだっていうか、いきなり飛んだわけじゃねえじゃん。まあ、そうそう、飛んだっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど。いや俺飛ぶときはもう飛びますんでって言うで。俺は大概のやつ飛ぶとき何も連絡せんだろ。まあまあそうそう、飛ぶとき俺はちゃんと飛ぶとき飛びますって言う。事前飛びますって、まあ、あれですよ、普通のサラリーマンだったら退職しますみたいな感じ。あ、そうそうそう、俺の場合飛びます、ね、飛びますって俺分かってはいいよな。まあそうですね、うん、だからそうやって言ってるやつはみんな俺もジョナと思ってるけど、はい、俺本当に飛ぶで、ね、飛びますって言ったら、いざとなったってことですね。うん、あ、また言っとるわと思うかもしれんけど、俺は本当に飛ぶで、ね、飛ぶって言ったら。まあ、ピノキオ君も、あいつ本当に飛びやがったね、びっくりしましたね。だって飛ぶときは飛ぶって言えって言ったね。言ったんだけど、一歩入れろって、うん、飛ぶって言えって言って、だからと言う前に飛びやがったね。まあ、一応なんか他で頑張ってるみたいなんで、うん、だろうね、はい、大体もう分かるよ、言っとるとこ、はい、分かるよ、もう分かる、俺分かる。まあまあまあ、一応あの前一本取ったじゃないですか、うん、それでまあ本当に後日あのちゃんと連絡があったみたいな。あったの？ありましたあったんだ。あの社長の方にあのお父さんの方から連絡があったみたいで、親は取れたんだね。はい、きちんと連絡取れたみたいなので、まあ、そこところが良かったのかなと。ああ、親とは取れたんだ。連絡、まあ親と取れたんならいいや。はい、じゃあ今日はこのぐらいでいいですかね。いつものお願いします。なんだ、宣伝？宣伝道場。ああ、宣伝道場か、もう始まっとるやろ。宣伝道場もう始まっとるもんで、塗装のマッチングもいっぱい一般公開されたんで。あ、された。はい、まあ気になる人はやればいいっていう。またテロップが、テロップが出るだろう。こうやってテロップ出るで俺が説明せんでもいいだろう。寺口さんの言葉で欲しいんで。なんで俺の言葉だって。一緒だよ、誰が言っても。そんなことないです。ぜひとも登録してくださいねって言って、はい、っていう。お願いします。でまた横浜店の方もオープンしてるんで。オープンしたもん。9月からオープンしてます。嘘してます。あ、行かなかんない。一回顔見せすか。顔見せに。そちらの方もね、関東で、まあ、エリアとかはちょっと公式のホームページ特設サイトありますので。あ、本当に。はい、エリアとかはちょっとそこを見てもらって。あ、エリアですか。はい、そうそう、お考えの人はちょっと、よろしくお願いします。そうだね、はい、もしかしたらタイミングが良ければ寺木さん行くかもしれない。あ、行くかもしれない。行くかもしれない。はい、最後の挨拶お願いします。あ、最後にじゃあまた。なんか新しいの出てきましたけど。おう、新しいの。